脚本へ豊田勝彦、もみもみお医者さん。もみもみお医者さんは熊のお医者さんです。柔らかい大きな手でもみもみしてもらうと、痛いところ悪いところがみんな治ってしまいます。おやおや、蛇くんが腹が痛え腹が痛えと泣きながらやってきました。何か変なもの食べたんじゃないかい？へい、さっきおっきなリンゴを2個落っこしていたんで、まとめて飲み込んだら、いてて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 て。よしよし、それじゃあお腹を出してごらん。ふーむ、よし。もみ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 。あー疲れた。おや、ヘビ君のお腹の中から変な音が聞こえてくるぞ。脚本へ豊田勝彦。ワンワンワン、犬さんがね。ワンワンワン、犬さんがね。ワンワンワン、犬さん犬さん犬さんのお口はどこ。ワンワンワン、ここですよ。ワンワンワン、豚さんがね。ブーブーブー、豚さんがね。ブーブーブー、豚さん豚さん豚さんのお花はどこ。ブーブーブー、ここですよ。ブーブーブー、お母さんがね。はいはいはい、お母さんがね。はいはいはい、赤ちゃん赤ちゃん、お母さんのほっぺはどこ。はいはいはい、ここですよ。お母さんのほっぺはポンポンポン。ポンポンほっぺとポヨンポヨンほっぺ、仲良く一緒に。ギュッ、もう一度ギュッギュッ、ほっぺギュッ、おしまい。これは赤ちゃん、あの紙芝居という、まあ、編集からの依頼が。赤ちゃんの捉え方って0歳といっても何ヶ月単位でものすごい成長度がありますから、自分なりにどのぐらいの対象で創作活動をしているかというと、8ヶ月以降かなと僕なりに思ってるんです。絵本も同じような考え方で、形として本というものを認識できると生まれたから直後にという、0歳からの本当にそれでも OK だという意見ありますけれども、それはもうそのジャージャービリビリとか、その世界のあのモコモコというあの世界にもうお任せしちゃって、僕はそこまでは戻って作れないなという感じはしているんです。それで自分なりに線引きとしてれば8ヶ月ぐらいの乳幼児からみたいな読者層をやっぱりどっか想定して作っているんですが、この紙芝居のこのワンワンワンも8ヶ月ぐらいかなとして僕は作りました。それで乳幼児向けの時に
これを持ってって演じるんですけれども、やっぱりお母さん方が自然とそのお膝している子供にあのギュッとする姿を見てるとですね、ああいいなって素直に思います。だから子供の方がその親の方に寄っていくという光景を見ることがあるんです。紙芝居は先ほどお話しまでやっぱりやり取りが子供たちとできるので、そういう意味においてはむしろ言葉が余計あってもいいというか、ということはあまりト書きに引きずられなくてもいいかなというのは僕の考え方なんです。紙芝居に2通りありましてね、作品あり、作品あるからト書き通りに読んでほしい、だから作り手から言うとね、それはもちろんなんです。ただ僕自身はむしろそこで遊んでほしいなと思う。あまりト書き、もちろん作品があること僕はもうある、 実際あるんでね、それをどう子どもたちにやり取りをして伝えていくか、一緒に遊んでもらうかっていうならやっぱり臨機応変でもいいかなと僕は思っている方なんです。